はあ、まったく、坊ちゃんはそんなことではだらしないですよ。あの、坊ちゃんはわかっていらっしゃいますかあなたは、日本でも有数の大企業の一人息子なんですよ。いずれ大企業を背負って立つ存在だというのに。はあ いいですかもう高校生になったんですからいつまでも執事の僕に頼りきりではダメですよほら自分でできることはちゃんと自分でしないとそんなことではもし僕が執事をやめたらどうするんですかあいえ別にやめる予定があるわけじゃないですよただ 例えの話ですだ大丈夫ですやめませんっていやあのそんな必死に引き止めなくても大丈夫ですからいやしかし坊ちゃんがそんなに僕のことを必要としてくれてたなんてそんな風に言ってもらえるのはすごく嬉しいんですけどでも今みたいに僕に任せきりで 甘えてるのはよくないと思うんですそれは分かってもらえますよね坊ちゃんはゆくゆくはお父様の会社に入社されるつもりなんですよねその時に坊ちゃんには会社のみんなから頼られるリーダーになってほしいんですそしてそんな坊ちゃんのことをおそばでずっと支えていく それが僕の夢なんですええっとお父様の会社に入るのは勉強とか就職活動を頑張りたくないからあ <laughs> いやそんなそんな志の低いこと言わないでくださいよ確かに坊っちゃんはちょっとな怠け者なところがありますけど あーでも本気になればすごいってことを僕は知ってますよだからねもっと頑張ってくださいあーそういえばばっちゃん女の子からモテたいモテたいといつもおっしゃってましたけどやっぱり頼りがいのある男性の方がモテると思いますよ動機は不純かもしれませんが 女の子からモテるために自分磨きをするのもいいのではえすでに女の子からモテモテえ本当ですかあのわ、ー、っちゃん変な見えは張らなくてもいいんですよえクラスの女の子から告白もされた えっと、それはいつのことですかはあ、昨日ええ。え、え、なんでそんな大事なこと僕に教えてくれなかったんですかえい,いえ、確かに執事の僕が気にすることではないかもしれませんけど、なんだか教えてもらえなかったことがショックと言いますか。それで、 っちゃんはその女の子と付き合ってるんですかお返事はまだあ,あそうなんですか。いえ何でもありませんでは僕はちょっと別の仕事があるので失礼しますねはいおやすみなさいまた明日 坊っちゃん,ぼっちゃん起きてくださいすみませんこんな夜中にでもずっと気持ちがモヤモヤしててあの坊っちゃんがクラスの女の子から告白されたって聞いてからなんだか落ち着かなくて。 坊っちゃんがその子の告白オッケーしたらどうしようって僕坊っちゃんにどうしても言いたいことがあってあこんな夜中にごめんなさい聞いてくれますかありがとうございますあの坊っちゃんには ずっと隠していましたけど実は僕女の子なんです昔ちょっと怖いことがあってそれで女の子だってこと隠して働いてたんですでも坊っちゃんには僕が女の子だってことを知ってもらいたくてだって僕 坊ちゃんのことが好きなんです。坊っちゃんは僕のこと嫌いですか僕みたいに口うるさいやつは嫌いですかやっぱり僕よりもその告白してきた女の子の方が好きですか やだ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 。坊ちゃんが他の女の子のものになっちゃうなんてやだだから僕が先にえ,え告白されたって嘘だったんですかそっかよかった もうぼっちゃんついていい嘘とついちゃダメな嘘がありますよ。ぼっちゃんの嘘のせいで僕がどれだけ悩んだと思うんですかえっとそれでぼっちゃんさっき僕告白しちゃったけどその。 返事は坊ちゃんも僕のこと好き本当ですか本当に本当 <laughs> やだそんな僕が可愛いなんて <laughs> 嬉しいですよかった 勇気を出して告白して本当によかった <laughs> あそうだでもあんなにひどい嘘をついた坊ちゃんには。 お仕置きが…必要ですよねうんうんうん…絶対必要ですよ。出したんですか怯えて。大丈夫ですよ。安心してください。 そんな怖いお仕置きなんかじゃありませんよ <laughs> ただもうあんな嘘つけないようにたーっぷりとわからせてあげるだけですから最後までご視聴ありがとうございました。 評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。ツイッターもやってるのでフォローよろしくね。それでは、おつだらー